はい、皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日はムック本の紹介になります。ミルクフェドのバックパック&マルチケースブック、今回ブラックバージョンの方購入してきましたので開封したいと思います。こちらはセブンイレブン限定発売となっておりまして、まあ、レッドバージョンとブラックあるんですけれども、今回ブラックバージョンの方開封していきたいと思います。はい、開封いたしましたけれども、はい、結構大きなバックパックになっておりますよね。ミルクフェドのバックパック、これまでも何度も発売されていると思うんですけれども、今回ポイントとしてはやはりこちら、マルチケースが本体とは別についてきていると、これが一つのポイントになっていると思います。ではまずね、本体の方から詳しく見ていきたいと思います。はい、それではですね、まず写していきます。正面にここ、ミルクフェドのロゴが入ってますね。はい、ブラックバージョンの場合はここ、黒に白の文字が入っているんですけれども、レッドバージョンの場合はこんな感じですね。赤に白の文字が入っていると、まあ、そんな状態になります。で、この表面の素材に関しましてはポリエステルが使われております。で、ポイントは撥水加工がされているということです。撥水加工によって水を弾いてくれますよね。雨の日でも安心になります。そして、まあ、汚れもつきにくい、まあ、そういった素材になっていますので、まあ、ガンガンガシガシ使っていける通勤通学に活躍してくれると思います。はい、まあ、そして正面にここ2つポケットあるのがわかると思います。まずこちらから開けてみます。はい、持ち手はこのように持ちやすくなってます。では開けます。はい、で、このように、まあ、中も意外と深さがありますね。ここくらいまでの深さですね。ここくらいまであります。こんな感じのポケットがついてます。はい、まあ、深さも幅もありますので、結構ね、いろんなものが入りそうですね。後でまた物を入れて確認したいと思います。そして今度こちらにもポケットがありますので開けてみます。中も先ほどと同じですね。こんな感じです。まあ、ここの部分がポケット、そして上はこの部分がポケットで、この上の方がちょっとね、大きめのポケットになってます。そしてこのサイドですね、はい、まあ、ここにはメッシュポケット、ね、ついております。 500ml のペットボトルが入ると記載がありますけれども、まあ、後でちょっと入れてみたいと思います。で、こう両サイドについている、はい、まあ、これも嬉しいポイントですね。はい、では裏面見てみましょう。はい、裏面はこのようになっております。まあ、特に裏側からこうポケットとかそういったものはついておりませんね。はい、で、ショルダーストラップ、ここでサイズ調節も可能になっています。後で身につけてサイズ感など確認したいと思います。背負う部分ですね、ここクッション性が、はい、ありますので、重さは 5kg まで耐荷重あると書いてありますので、 5kg くらいのものを担いでも、はい、まあ、ここクッション性がありますので肩が痛くならないと思います。で、そして、まあ、ここにこのような持ち手がありますね。はい、こんな感じでかなり大きなサイズとなっております。では続いてメイン収納の方見ていきましょう。はい、メイン収納はこちら、はい、ダブルジップ仕様になっております。あ、ここまで、この辺まで開くんですね。かなり広く開けることができます。はい、開けるとこんな感じです。かなり下までこう開くので、出し入れはしやすいのかなと思います。見てみると内ポケットとか特についてないんですね。まあ、この辺とかにあるのかなと思ったんですけれども、内ポケットはついておりません。中も真っ黒といった感じなんですけれども、かなりの容量、20リットルの容量があるということなので、本当もうたくさん入りそうですね。はい、続いてはこちらです。はい、今回のポイントでありますマルチケースです。バックパックといえばやっぱりここの中にですね、ごちゃついてしまいますよね。もう空間があるだけなので、どんどん中に入れると、まあ、どこに行ったかなって探さなきゃいけなくなってくる、まあ、そういったごちゃつきを防止してくれる整理上手なマルチケース。ここにミルクフェドのロゴが入っておりまして、
はい、まあ、素材などはこのバックパックと同じ素材が使われております。で、裏面はこんな感じで、持ち手も先ほどと同じような持ち手ですね。こちらと同じです。では開けていきましょう。はい、まあ、開けると中はこんな感じになってます。はい、まあ、ポケットがこちら1つ2つ、はい、ありまして、まあ、こちらはメッシュポケットになってますね。2つついてます。ちょっとこうゴム付きになってますので、はい、まあ、ピタッとなっております。はい、なんか糸くずみたいなのが入ってますけど、これは大丈夫でしょうか。またしても不良品とかでは。これは紫の糸が入っておりました。ルマンドでも縛っていたんでしょうか。ちょっとよかしておきますね。こんな感じで、まあ、薄さはこれくらいのかなり薄いものなんですけれども、まあ、ここにごちゃつきそうな小物を入れて、はい、バッグに入れておくということです。はい、ここからは中に物を入れていきながら容量など確認していきたいと思うんですけれども、はい、今日は奥の方でずっと見ていらっしゃる方いると思うんですけれども、今日入ってきたばかりのアルフォートさんなんです。ちょっとお呼びしましょうか。はい、こちらでございます。ブルボンから新しく発売されましたアルフォートのバナナでございます。優しく香るバナナの味わいということで、はい、なんとアルフォートのバナナが発売されております。まあ、これ以外、アルフォート以外にもバナナシリーズ出ておりますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。まあ、普通にコンビニにも売っておりますので、はい、ミルクフェドのこちらのバッグと一緒にぜひ見つけたら食べてみてください。まあ、開封は後半の方でまたやりますので、そちらもご覧ください。はい、では今回は私がいつも持ち歩いているようなものを入れていこうかなと思うんですけれども、まず、はい、スマホとかお財布ですね、長財布入れたいなと思います。まあ、普通にここにもちろん入るんですけれども、このポケット、はい、入れてみたいと思います。長財布が横にこうすっぽりと、はい、余裕で入ってくれる、そんな幅になっていて、まあ、深さもですね、はい、まあ、こんな感じで余裕です。深さに関して言えば、もう縦にこうね入れても入るくらいの、まあ、そんな深さになってます。で、スマホもスッと入れることが可能です。はい、結構大きめのポケットになっております。はい、そしてこちらのポケットにはこういうモバイルバッテリーとかイヤホン、まあ、こういったものを、はい、入れてみます。はい、余裕で入っちゃいますね。はい、まあ、前面のこの外側にポケット2つあるっていうのはやっぱり取り出しやすいんで便利だと思います。はい、でメイン収納に関してはノートパソコンいつも持ち歩いてますので 15.6 インチですね、こちらちょっと大きめかもしれませんけれども、はい、ノートパソコンがすっぽりと入ってくれるので、これは、はい、個人的には嬉しいポイントですね。なので、あとはこういった雑誌を入れたりとか、はい、あとこういうねメモ書きの、これも付録でありましたけれども、はい、こちらを入れたりとか、まあ、そんな感じですかね。そして今回のこのマルチケースですね。はい、こちらにはルマンド6本とロアンヌを入れていきたいと思います。まあ、そんな感じで、はい、かなり中身ね重くなっちゃいますけれども、5キロぐらいまで入るということなので、はい、しっかりと持てるかなと思います。あとですね、このサイドですね、ここにペットボトル、はい、ペットボトル 500ml のペットボトルを入れると、はい、こんな感じになります。ではこのまま背負ってみたいと思います。はい、担いでみました。どうでしょうか、こんな感じになります。はい、まあ、かなりこれ余裕ありますね。まあ、このサイズ買った状態のままにしてるんですけれども、この辺のゆとりみたいなのがすごく感じられます。で、この背中に当たる感じも、はい、この幅が意外と広いと言いますかね、背中にいい感じで当たってくれるのが、はい、背負いやすいですね。背中への負担、肩への負担もすごく少ないなっていう、まあ、そんな感じがしますね。はい、こんな状態です。もっとこれ長くもできますし短くもできますので、はい、まあ、男女兼用できる、まあ、そんなリュックかなと思います。
容量も20リットルありますし、5キログラムまで大丈夫ということなので、まあ、このまま、まあ、通勤に使うのもいいですし、まあ、通学、まあ、学生の方とか、まあ、自転車に乗ったりとかも、ね、普通にできると思いますので、ちょっと自転車に乗りますね。はい、というわけでここまでミルクフェードのバックパックとマルチケース見てきました。最後になりますけれども、ブルマ測定に入りたいと思います。まあ、今回のバッグに関しましては20リットルということなので、まあ、大体わかるとは思うんですけどね、まあ、念のためにやっておきます。ミルクフェドバックパックの容量は23ブルボンとなっております。はい、もうかなり余裕を持って23ブルボンですから、もう少し入れようと思えば入ります。かなりの大容量と言えると思います。プラスこちらのマルチケースもありますので、まあ、このセット皆さんおすすめです。ぜひチェックしてくださいね。はい、それでは最後にこちらブルボンアルフォートバナナ味開封して終わりたいと思います。では私も初めて開封するのでちょっとね楽しみなんですけれども、開けます。はい、パッケージは普通のいつものアルフォートともちろん同じなんですけれども、黄色ですね。もうバナナでございます。はい、では開封しましょう。あ、もう来ました。バナナの香りがもう来ましたね。バナナの香りです。はい、ご覧ください、こちらでございます。これがアルフォートバナナ味です。もうすごいバナナの香り、はい、まあ、そんなすごく強いわけではないんですけども、優しい感じのバナナの香りですね。ちょっと見てみましょうか。あ、裏面はもちろんビスケット、ブルボンといえばビスケットですよね。こちらです。はい、では早速一ついただきたいと思います。ではいきます。あ、優しいバナナの味です。うん、甘さはそれほど甘いというわけではないんですけれども、はい、ほんのりとバナナの味がきますね。いや、そんなに思ったより甘くなかったですね。なのでもうどんどんいけちゃいそうです。ブルボンアルフォート、ぜひ皆さんこちら新発売されておりますのでチェックしてください。
というわけで今回はムック本ミルクフェドマックパック&アルチケースブックの紹介とブルボンアルフォートバナナ味の紹介をしてきました。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。